シネマスでーす。ちょっとずれた。ちょっと遅れた。はい、ということで今日もね元気よく、スタートしていこうと思いまーす。お願いします。最近ねちょっとねあのリハーサルの様子も生配信してるんですけど、はい。ね、皆さん気づきましたか？あのその様子もね一応ね YouTube でバックナンバーとしてアップしてます。うん。ぜひね、ぜひ時間ある人は見てくださいね。お願いしまーす。お願いしまーす。すごいなんかあれいつもにましてなんか緩い感じじゃないですか、トークが。お願いしまーす。そうですか。いつもそうだけどね。しょうこちゃんハロー、ありがとう、見てくれて。ありがとう。さあ今日も30分間元気よく。はい。特にシェーヌくんが元気よく。はい。元気よく。うわぁ。うわぁ。めっちゃ気合入ってんじゃん。山田さんこんばんは。コメントありがとうみんな。この番組ではコメント欄でですね、リクエスト曲、カバー曲のリクエスト曲を募集しております。はい、アーティスト名と、はい、曲名をね、両方書いていただければ、我々がね、はい、リクエストにお答えして、次回か、そのまた次回か分かりませんが、うん、リクエストにお答えしていくっていう、はい、スタイルになってますので、はい、ぜひぜひコメント欄にね、曲名と、リクエスト曲名、を書いていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしてこの番組、バックナンバーが、過去の配信が、はい、YouTube で見ていただくことができます。できます。あとで URL 貼っておきますので、ポチッとしていただければ、うん、おかっぱみゆきチャンネルに飛びますので、うん、そこからね、ぜひ過去の配信もぜひ見てみてください。お願いします。ちょうどね、ちょうどじゃないか、はい、もうね、2年目入ってるんですけど、はい、過去の配信。ね、早いよね。そうだよ。週に2回をね、2年間続けてるんですけど。ね、結構すごくない？すごいよ、すごいよ。最初はさ、私がさ、YouTuber になりたいとか言い始めてさ、ね、シーノ君一緒にやろうよって言って、仲間強制的に始めたこの配信番組、週に2回さこうやって30分が喋ってる人たちってあんまりいないよね多分。まあ確かに ね、 ね、でそのね成果がちゃんと現れてまして、あの最初の配信シェイド君全然喋んないから、ね、全然喋んないですね。ぜひね昔のね生配信も遡って見ていただければと、うん、もう今はそうやってね雲泥の差ですよね。昔とはねだいぶ違います。だいぶ喋ってますよね。確かに、ね、でリクエスト来てるよ、ね、リクエスト、うん、ありがとうございます。木口さんから、朝かゆいのシーガールだって知ってる？あーわかんない。朝かゆい、朝かゆいさんあーって言うから分かった分かった。朝かゆいさんって、うん、あれかあれアイドルでデビューしてた人かな。うん、多分そうだと思う、うん、私もふんわりとしか分かん、浅香光代なら分かるよ。浅香光代さんはね、私はね、私はねってミッチー、サッチー、そう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 、懐かしいな。浅香つながりでしたけど、ね、あ、みどりさんこんばんは、まりこさんこんばんは、しょうこちゃんからリクエスト、キケレツ大百科の初めての中だって。初めての中、うふふってやつ、セミの中、そうそう、いいかもね、いいかもね。だからハイスタンダードもね、ね、カバーしてる、ハイスタンダードカバーしますね。いいね、いいね、うん、初めての中、懐かしいね。キテレツ大百科見てたわ。ありがとうございます。ね、北村さんこんばんは。コメントありがとう。さあ、こんな感じでね、ゆるっとゆるっと、やっていこうと思いますので、はい、ね、あ、山田さんからね、浅香唯さんのね、情報来ました。スケバンデカの子だって。スケバンデカ、うん、え、そうなの？スケバンデカって、あれか、ヨーヨーを、当てる、あヨーヨーを当てる人だよね。スケバンデカとあれが被った、うん、何あのなんだっけ、セーラー服と機関銃、機関銃だっけ、薬師丸、あ、そっか薬師丸ひろこさん、すげえ被っちゃったな、ね、すごい、なんかね、はい、ね、ともえ様こんばんは、コメントありがとう。ということでですね、こういうリクエスト曲もね、いろいろ受け付けておりますので、はい、ぜひコメント欄にね、じゃんじゃん書いてくださいね。お待ちしてます。そんな感じでリクエスト曲行こうと思います。早速行きますか。前これね多分ね、はい、前回ぐらい、前回ぐらいかなにリクエストいただきました。これ多分ね江藤さんかな、リクエストくれたんですけど、うん、椎名林檎さんの日本をちょっとねカバーしてみたいと思います。これむちゃくちゃねさっきリハーサルでやってみたんですけど、今日初めて歌ってさっき2回練習して本番なんですけど、はい、結構難しいね、これね。シェイド君がね、ちょっと歌うパートもありますので、皆さんそれもね、お楽しみに。で、この曲ね、サッカーのね、あの、日本代表のテーマだったっけ、応援ソング、NHK のね。応援ソングかな？だからね、ちょっとサッカーっぽくね、これ。サッカーっぽいね。ちょっとつけてみました。サッカーっぽいかなと思って。ね、これ実は風船のね、よく見ると、
風船2つ縛っただけなんですけどゴムです。はい、風船のゴムです。さあ、ということでシエル君、じゃあ始めていきましょうか。はい、曲紹介お願いします。あ、はい、曲名忘れちゃった一瞬。椎名林檎さんの日本です。聴いてください。どうぞ。
ピーニヒャラピー、大腹が減ったようだ。そうそうそう。え、男性パートある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 。本当に？うん、あるよね。え、あったっけ。坪内優子さんと、あともう一人男性だったっけ、名前忘れてたけど。全然覚えてないや。ちょっと聞いてみます。そう、あれ男性と女性の曲だったね、うん、あ、そっか。そう、踊るポンポコリン。へぇ、そう。あれ A メロどうなんだっけ。あ、なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ、お鍋の中からぼわっと、インチキおじさん登場、いつだって忘れないエジソンは偉い人なんだよエジソンはっていうね。そんなの常識。うん、なんかね、あったよ、ダンスパパリラね、ピーキャラピー。私はじゃあ坪内さんみたいな目がだけどさ、でシェイク君あの帽子かぶればいいじゃん、あの人みたいな。あー、ね、このフックハット的な。そう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 、なかったら色画用紙で作ってさ。色画用紙で作る、ね、まあね、手作り感がね、満載のね、はい、うん、番組ね、ほらあるよ、踊るポンポコリン男性パートってね、あるあるってコメント来てる。マリコさんもコメントありがとう、タモミさんもありがとうね、たくさん拍手ももらってる。やったー。そしてね、はい、ショウゴちゃんから、はい、今日はもう可愛いって。え、どっちがですか、どっちが、どっちが可愛い。いやー、これはもう , 笑い方がね、笑い方可愛いかなかったね。でね、リクエスト来てます。アムロナミエさんでヒーローだって。ヒーロー、紅白で歌ってたやつだ。違ったっけ。違うかも、ごめんなさい、違ったかな。雨のヒーロー。そう、それだ。あー、私なんかあっちの方が出てきちゃった、うん、なんだっけ。ヒーロー溢れる涙、心に落ちて。マライアキャリーのやつを、ミポリンがカバーしてるやつ。あー、そうなんだ、ね。ヒーローになりたい、ね、あー、そっちのヒーローが出てきた ね、うん、そっか、それもいいね、安室奈美恵さんね、うん、ね、今頃どうやって過ごされてるのかしら。ね、去年の9月いっぱいだったよ ね、もう半年経つもんね。そうですか、早いね。ね、ロスってる人もいるんじゃない、安室ちゃんロス、ね、安室さんね、うん、ね、ロスといえばね、この間、はい、あの仙台に遊びに行ったんです、遊びに仕事に行ったんですけどそう、その時にね、あの仲間のね、はい、このお子さん連れて仲間がね、会いに来てくれて、ちょっと遊んだんですけど、はい、おかっぱとバイバイってした後ね、おかっぱロスになったらしくて、お子さんが、おかっぱちゃんに会いたいってなってたらしくて、かわいいな。そうね、嬉しいね。すごいね、うん、あのそうやってね、あのおかっぱビクトシネマーズも皆さんにね、愛される存在になっていきたいですね。はい、お願いします。綺麗にまとまりました。はい、ということでね、ね、もうあれですよ、もう3月もだってあっという間にもう早い、もう今日 22? もう22だね。あ、もうすぐ休業日じゃないですか。そうですね何買うんすか。いや、もう僕はそんな買い物できるような。あ、でもさ、誕生日だから、誕生日プレゼントもさねえ、そういえばねえ、まだねえ、ちゃんとあの、おかっぱミキトシネマズは、はい、あれなんですよ、おかっぱミキトシネマズの売り上げの中からお互いにプレゼントを渡し合うっていうやつで、うん、ね、で一応おかっぱミキトシネマズのためになるものをね、お互いに買ってるんだけど。そうだね、私なんか おととしチェキ、去年か、おととしチェキをさ買ったんだけど。あ、はい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 、誕生日プレゼントとしてね、使ってないね。ねえ、チェキも買ったからね。チェキ買って、うん、なんかグッズに ね、あのアイドルの人がよくグッズにしてるけど、うん、ライブの会場でね。そうで、いいよって聞いたから買ってみたものの使ってないね。ね、またね、そのライブやるときチェキ持ってって、その日の思い出になるじゃないですか。そうだね、うん、サインもしますので、ぜひぜひ、うん、あの CD 買ってくれた人にチェキつけるとかでもいいよね。ね、それでも全然ありですね。あ、関係ないけど、うん、今度こんにゃくあげます。お、あ、そう、しょうこちゃんがこんにゃくくれるらしいよプレゼントで、ね。そして、たけべさん、 お久しぶり、お邪魔してます、ご近所から見てますだって。あら、ありがとうございま す。そして、あ、たったたらりらら、さっきのピーカラビ、そうそうそう、たったたらりらって言ったの。そう、たったたらりらだよね、結構ね、巻いてるたたたらりらね、え、踊るポンポコリンもいいね。確かに。あ、しょうこちゃんは名古屋ライブの時にチェキ持ってきなよって。あ、ね、そうだね。いいスイング、いい、いい振りでした。私たち、はい、4月3日、はい、水曜日に、名古屋でライブをすることが決定しました。もうね、いろいろ
SNS とかサイズとかでお知らせしてるんですけど、うん、ぜひ見に来てください。来てください。なんとね、はい、神奈川県から見に来てくれる人もいるんですよ。おお、マジか。そう、もうね、チケットを手配してくださいまして、ありがとうございます。あの関東からもね、あの来ていただいても大丈夫ですので、うん、夜行バスとかで2000円とかで行けるんですよね。昼のバスとか1980円とかだってね。早割り、早割りで取れる。そう、安いなと思って、名古屋、すごいね。で、私地元名古屋ですので、地元帰るときにね、バスっていう手もありかなと思って、うん、名古屋までさ、2000円でさ、うん、そのバスの会社はさ、やっててさ、大丈夫なのかな。まあ大丈夫だからってことでしょう。相当安いよね、だって。ちなみに大阪も2000円でいけるらしいですよ。マジで、うん、東京、大阪。ドライバーさんとかさ。ねえ。駆け抜けてよ、時間切れまで。これはドライバーっていう言葉を使うと、ドライバーさん。この言葉をね、言うと歌が始まるっぽいですね。そうね、はい、なんかそうね、4月3日、ぜひお時間ある方はですね、はい、新堺クラブロックンロールで、ライブいたしますので、ぜひいらしてください、ね、よろしくお願いしま す, します。チェキも持っていきます。お願いします。ね、その日はね、はい、その日ちょっと特別なライブになってまして、そうなの。シェイド君がギターをね、はい、弾くんですけど、はい、いつも使ってるギターが、はい、高速バスに持ち込めないっていうことがね、発覚しまして、ギターを持っていかないんですよ、ね、我々、ね、ギターも、ギターなしで、2人で名古屋に行くっていう、すごいなんかチャレンジャーなライブになってます ね、ぜひね、気になる方、楽器も一切持っていかないので、ぜひ、お楽しみに、その日だけのライブになるかと思いますけれども、ね、はい、ぜひどんなライブになるか見に来てください。ね、シェイド君は一体ステージで何をするのかっていう、ね。しかもなんかもう、何の相談もなしにギター弾くことになってたっていうのもね、ちょっとびっくりだね。まあね、その日はまったり系のアーティストが集まるということで、そう、あの女性アーティストで弾き語りの方がさ、はい、集まるらしくて、その中で我々もね、うん、まあ、名古屋に癒しを届けに行くわけですよ、ね、名古屋を癒しましょう。そう、なのに楽器は持っていかないっていうね。なんか楽器の持ち込みが禁止らしいですね。バスね。バスは。そう、バスによるらしくて、うん、で、我々が取ったバス、早割りって取ったんですけど、は、トラブルが、ね、壊れるといけないからってことで、もう持ち込みがそもそもダメっていう NG っていうね。ね、まあ、仕方がないですね。バス会社まで連絡したんですけど、ダメって、やっぱ例外はダメですみたいな感じで、決まりで決まってるんでって言って。ね、まあ、うん。大丈夫でしょう。まあ、ウクレレ持ってってくださいって、翔子ちゃん。いいじゃん、ウクレレだったらさ、ほら、上のところの網棚じゃないけど、入れられるじゃん。ウクレレね。こうやって、うん。こうでもいいよ。まあ、検討します。シェイド君ね、ウクレレの先生もやってるんですよ。ベースの先生もやってますし。ね、ぜひ習いたい人いたら、はい、こちらまでコメントに書いてくださいね。お願いします。あ、今娘とコナン見てます。コナンの裏番組なんだ、うちら。すごいじゃん、コナン VS おかっぱみたいな。コナンね、ねえ、うん、なんけ、謎めくあなたの愛が愛をだけ手に入れるとき踊るライト見つめて、小松美穂さん。あ、小松美穂さん、はい、懐かしくない？懐かしい ね、小松美穂さんってさ、コナンのタイアップでさ、いっぱい出てたけど、それ以外ってあんまり聞かないね。もう引退しちゃったのかな、わからない。なんかそんなイメージだけど、メディアに出てないだけで活動してるかもしれないよ。ああ、それはある。アニソンってね、あの辺の時のね、見てたあのぐらいのアニソンって好きだわ。コナンもそうだし、スラムダンクで、あなただけに詰めてる、先輩、ね、から今でもずっと、スラムダンクは ね、そのタイアップの曲もすごい売れてるもんね。そうだよね。そのいわゆるワンズとか、あ、大都会に、ね、中山美穂さんとかね。中山美穂さんやったの？え、世界中の誰よりやの時、あれってスラムダンクじゃないっけ？スラムダンク関係ないじゃない？間違えました。素直にすぐ間違いを認めるのがオッカパピフトシネマスです。間違えたし、
そういう間違った情報をねこうバンバン発信するっていうこのノープランさがねまあ我々らしいんじゃないですか、ね。まあ、2人組なんでどっちかが止めればねコンビネーションね、コンビネーションね、頑張りまーす、これからも間違えないように頑張りまーすね。あとアニソンで言ったらシェルド君すごい印象残って何？いやー3分の1の純情な感情でした。やっぱり追われるほど愛しても、うん、シェルド君の名前の由来になったシャムシェードが ね、 そうですね、歌ってますかね。シャムシェードが全国で有名になったきっかけの曲が、うん、その3分の1の純情な感情っていう曲なんですけど、壊れるほど愛しても3分の1も伝わらない、うん、まずね壊れるほど愛するからだと思うんですよ。壊れるほど愛しても、うん、でもさ、ちなみにこれルローニケンシンですね、はいはい、壊れるほど愛しても3分の1も伝わらないってことは、うん、壊れるほど愛さなかったら、うん、もっと伝わらないんじゃないの？もっと伝わらないから壊れるほど愛しても伝わらない。ちゃう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 。いや、度が過ぎて伝わらないってことでしょ？え、そういうことじゃなくて？わかんないけど。過ぎたるは及ばさるがことでしょ？え、違う違うの、そういう意味じゃなくて？壊れるほど愛しちゃったからもうちょっと重い重い重いって なっちゃったじゃないの？まあ、違う。まあでもこのね。ああ、いろんな解釈がありますね。いろんな解釈があるし。何よりも3分の1も伝わらないっていう日本語が良かったのと思うんですね。おお、なるほどね。で、曲のタイトルが3分の1の純情な感情ですよ。うん、いい踏んだ、ね、これはなかなかインパクトのある言葉ですよね。そうね、うん、ルローニケンシンはヒットソング結構ね、はい、大嫌いだったソファークスをちょっとね、うん、あれもあるし、背中に耳をピッとつけて2分の1ね、うん、これもありますしね、結構いろんな曲がね、まあ、ありますけど、うん、あとこの生配信でもやりましたけど、残酷な天使のように、はい、これね、あの声に合ってるみたいで、どうやら私あのカラオケで歌ってみたところですね、はい、大フィーバー大盛り上がりになりましてね、なんかね、そう、あの今も見てくれてる山田さんからのリクエストでね、はい、やりましたけど、うん、そう、ね、少年よしわになれ、はいはいみたいな感じ、みんなもう周りでしたらはいはいってなってる、そう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 、すごい楽しくてね。あとね、すごいね、そう、結構シリアスな歌じゃんこれ、少年よ神話になれ、なんかさ、あの映像もさ、映像も結構エヴァンゲリオンのシーンでさ、シリアスなシーンがね、そう、笑えばいいと思うようなシーンとかさ、あるんだけど、もうみんなはい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 みたいな、周り超盛り上がってさ、いいじゃないですかね。そうカラオケだしね、うん、私に帰りなさい、あ、ね、魂の道具だ ね、うん、これもね、みんなはいはいはいなんでね、なんなんだろうね、あれね、すごいね、面白いですけど、カラオケでは盛り上がる、あのシリアスな曲っていうね、はい、印象に残る歌詞だねって、いいね、キャッツアイとか、キャッツアイ、ね、キャッツアイってどういう曲だ、見つめるキャッツアイ、へへへへ、緑色に光る、なるほど、ね、うん、あったよね、キャッツアイ ね、 これアンリーさんだっけかな、うん、忘れちゃったけど、うん、ね、あ、たま、あ、そう、山田さんがリクエストしてくれたの、魂のルフランか、うんうんうん、俺じゃああれはなんでだろう、なんで、もう一曲の残酷な天使の、そうそう、もう私が勝手にやりたくて歌ったのかな、忘れちゃったね、ね、忘却忘却の空、忘却ね、あ、ムーンライト伝説、そう、しょうこちゃん、ムーンライト伝説ね、我々ね、セーラームーン世代の人間にとってはたまらないやつですよ、はい、ごめんね、ムーンライト伝説、ね、素直じゃなくて夢の中なら言えるね、なんかそれでセーラームーンの話したよね、確か配信でね、したした、前やったよね一回ね、ムーンライト伝説、懐かしい、でね、そのムーンライト伝説なんですが、はい、次回26日火曜日の生配信で、はい、うん、なんとプロのシンガーソングライターさんがゲストに来てくれてハモります、おお見た今の顔、ドヤ顔、いいじゃないですか、ハモります、プロのシンガーソングライター、うん、いつも仲良くしているね、はい、ミキちゃんっていう、未来って書いてミキちゃんっていうね、可愛い女の子がいるんですけど、そう、その子とね一緒に、ハモります、うん、どうぞ楽しみにしててください、あ、シャークちゃんがセーラームーンの服折れるよだって、おーすごい、ね、私なんかそれ見たことあるかもしれない、ね、
しょうこちゃんはセーラームーンで言うと日のれいちゃんかな。しっかりしてて、なんか強さを持ってる、うん、あれ主人公は月のうさぎだって。そう、月のうさぎ。月のうさぎって月のうさぎってこと？そうじゃない？わかんないけど、そういうことだよね、きっとね。確かにね、セーラームーンだったらあれも好き、うん、三日月のシャーレに星のピアス外して、あ、タキシードミラージュ。どうしようも胸が胸がいっぱい、うん、あとどんなゲーナナナケイも絶対諦めない、うん、乙女のポリシーね、うん、お、レイちゃん大好きだって。そうで、のぞみさんはね、ムーンライト伝説歌うんですか、楽しみ。歌うんですよ、それが。はい、しかもね、私いつもメインパートを歌ってるじゃないですか、はい、次回はずーっとハモります。おー、いいですね。 100% ハモりますんで、そう、みきちゃんが初戦歌ってくれて、私がもうずーっと、ハモりますので、それも楽しみにしていただければと思います。お、みゆきちゃんは髪型ならホタルちゃんだね。ホタルちゃん、ホタルちゃんっていたっけ、ちょっとググっとく、ググっとく。 Thank you ねー、ありがとう、みんなコメントね。あっという間にあと3分になりました。早いものでもうお別れの時間でございますね。最後にいつものあの曲を歌ってお別れしたいと思います。みんなコメントやいいねありがとうね。次回の配信は26日火曜日9時半から30分間お届けいたします。じゃあシェイドくん、エンディングテーマの曲紹介をお願いします。それでは聞いてください。唇に歌声をです、どうぞ。ブルーな時の合言葉、唇にいつも歌声を、涙がこぼれそうな時も、唇にいつも歌声を。さあみんな、もうすぐ給料日だね。給料入ったら何をするのかな。唇にいつも歌声を、ブルーな時
しんでいきましょう。次は火曜日夜9時半からお会いしましょう。おかっぱピンクとシネマスでした。ありがとう。次回は可愛いゲストも来ますのでぜひ見てくださいね。